こんにちは。こんにちは。関西競馬エイト中です。関西競馬エイトの津田です。今週占っていくレースは、はい、日曜日に行われるメインレース、重賞の阪急杯と、はい、いうところで、まあ、早速行きましょうか。はい、津田さん本命教えてください。本命はつまんないですけど、はい、ダイヤトニック、はい、ダイヤトニック、はいはい。まあ、おそらく1万人って違うかなと思うんですけど、そうですね、はいはい。まあ、前回のね、京都金牌が見せ場十分の良さでしたし、もともとマイルはね少し長いので見せ場作って、で 57.5 キロだったんですけど、今回56キロになって整理も200メートルで、もう調教もいい頃の動きに戻ってるんで、まあね、人気で手を出したくないところなんですが、ちょっとここは逆らえないかなということで、はい、軸として信頼したいと思いますね。そうですね。いやちょっと正直ね、ちょっとメンバー的にね、まあどの馬にもチャンスあるっていうか、抜けた馬ね、いや見当たらなくて、まあ僕の方はトゥラベスーラから行ってみたいと思うんですけど、そうなんですけどね、でもね、休んでる分だけしっかりちょっと調教詰めたみたいで、はいはいはい、乗り込みは十分ですし、はい、なんかまあその長い期間を使ってちょっとバランスが取れるように走れるようになったらしいので、はいはいはい、でまあ一番はやっぱりちょっとメンバー的にね、全然チャンスあると思うので、まあ、あるでしょうね、これが、はい。まあ、前走でもね、スプリングカップの時、はい、首差2着まで迫ってましたし、はいはい、その前はね、G1 で宮記念で、4着ですか、ね、これから言う時にちょっとね、そうなんですよね、休んだんでね、だから、まあ、ここはね、メンバーがかなり育ってたらちょっと厳しいなっていう面あったかなと思ったんですけど、十分ちょっとやれるかなと思ってたんで、はい、でまあちょっとその旧車のね、調教助手もいいよって言ってことを言ってもらえたんで、はいはい、ちょっと本命にしてみました、はい、で対抗は今さっき津田さんが言ったあのダイヤトニックにしました、まあまあね、やっぱり距離的にっていうのもありましたし、はい、あとはね、まあ客室的にちょっと魅力あるのは18ガールですかね。まあまあね、うん、決め手がちょっとすごい、ここやったらちょっと抜けてるもんありますし、まあまあ黒三角、黒三角しました。まあ戦2ってイメージも もちろんあるんですけど、はい、阪神が得意ですし、ちょっとこのメンバーなら展開さえ向けば突き抜けてもいいかなというところで、まあ、この道後ろからねポコポコ行って島勝負にかけるんでしょうし、そうですね、4だからダメっていうことはない。うん、そうですね、ハマれば十分ここのメンツならっていうところ、ちょっと穴っぽいのがモットライゼかなと思って、はい、ほうほうほう、7ヶ月ぶりになるんですが、相変わらずね、調教の動きはすごくいいですよね。除外になったこともあって、かなり乗り込んでの出走なので、なるほど、ですから、まあ、実績的には軽く扱えないなと思いますし、そうですね、まあ、阪神のタフな条件もこの馬には合うのかなという、そうですね、精神も残してますしね、そうですね、もう専用の重賞も変わってますからね、これが穴ですね。なるほどね、まあ、どっちにしろちょっとね、かなり難解なね、難解なんですよ、なりそうなんで、こんなタイミングでこの動画に出たくなかったすいません、ちょっとここはね、はい、まあ順番なんでね、はいはい、まあその分ちょっと馬券面白くなるかなっていうところはあると思うんで ねどっから入ってもいい、ダイヤトニックから入っても結構ね、はい、そうですね、くと思う、割とね、割と、うん、そうそう、多分ね、偏ってはいないと思うんでね、モントライゼとかリレーションシップが来てくれたら結構つくなと思って、美味しい馬券になりそうですかね、真ん中さんは何でしたっけ、トゥラベスーラ、これノーマークにしちゃったんでね、はい、いやでもそうですよね、ちょっとね休み明け敬遠されたら十分人気、そんなこれ人気ないんで多分来たら結構な配となると思うんで、ね、まあ本当にちょっとどこから入ってもちょっと楽しみそうなんで、はい、まあ、馬券を検討していただければ、はい、と思いますけど、まあ、競馬からね、ちょっと2月はお別れの季節で、調教師もちょっとだいぶ引退されるようで、はいはい、関西はね浅見調教師で、うん、まあ、東はね、まあ、騒がれてますけど、藤沢佐藤先生が ね、はい、もんで中抜きに3頭出しされるみたいですし、なるほど、まあまあ他の調教師も含めて7人の方ですかね、これ全然関係ない、上村厩舎のそこは全く関係ない、上村厩舎2勝してちょっと勢いある、はい、あ、はい、ちょっとそれあやかって、ね、出たらちょっと勝てるかな、なるほどね、まあまあちょっとそこら辺のこともいろいろ見ていただいて、はい、競馬を楽しんでいただければと思います、はい、じゃあ本日はこの辺で、はいはい、ありがとうございました。